とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も妖怪学園 Y、YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、この必殺技の取れる場所っていうのをやります。アースウォーカーノアの新必殺技。グランゾーとネコスカドライブ。これのね、入手場所をやりますね。このグランゾーとネコスカドライブ。むちゃくちゃ強い。威力としては、このね、ダイナミックネコエンドと、そんな変わりはないのよ。威力は変わりはない。けども、この必殺技には、吹き飛ばしがついてる。敵を吹き飛ばすのよ。で、ボス的に使うと、ボスの必殺技をキャンセルすることができるので、すごくいい。で、さらに、そのキャンセルした時に、ポーズが取れるので、まあ何かと強い必殺技となっております。グランゾーとネコスカドライブ。では、出る場所行ってみましょう。まあいくつかね、あると思うのよ。いくつかあると思うけども、俺のおすすめは、新しいダンジョンだね。新しいダンジョンの、これ。ごく、きらめく星の思い。ですね、エルゼメキアが出てくるんだけども、ここのねボス戦で落ちます。まあとりあえず行きますよ。はい、まあとりあえずボスまで来たね。でエルゼメキアと戦う時注意があるのよ。まあまあ普通にねガシガシ行ってもいいんだけども、そのマジカルベール、これ使った時攻撃しちゃダメだよ。攻撃すると、ダメージ跳ね返ってくるんで、このマジカルベールか、言いにくいな。これが切れてから攻撃を、特に必殺技をね、入れるようにしましょう。間違えてこれ撃っちゃうと、もうほぼほぼ死ぬんじゃないかな。なのでそこだけ要注意です。結構ミスる人多いと思うけど、あー危ない危ない。今みたいにダメージがもろにね、帰ってくるので要注意です。この周りのシールドができてる間は攻撃せずにもう避けておくこと、これ大事だからね。これは必ずやってください。これで死ぬこと何回かあったと思う。俺もね2回3回やられてるからね。はい、あでこのゾディアライアから必殺技は出ます、エルゼメキアじゃなくてこっちの方から出るんでね要注意です。いやこのプラズマ出してくるけど、あのプラズマに当たると間違いなく即死です。間違いなく即死、あれは必ず避けるように。まあ動きはねすごく遅い必殺技なので簡単だと思うけどね。はい、こういう時は必殺技打てない時は距離を取っときましょう。でここシャドウマンがアイテムを落としてくれてすごくお得なので、シャドウマンは喜ばしいことと思っていっぱい召喚させましょう。基本強いけどね、基本強いけど、まあ攻撃をねするときしないときを見計らっていくと簡単に勝てると思います。避けれるとこはしっかり避けてね、ポーズ取って、まあ攻撃力上げる人は上げる、まあそういう感じでやるといいよ。はいはいはい、このネコスカドライブいいね。敵の攻撃を軽くねキャンセルできるのでめちゃくちゃいい。あプラズマ、プラズマは要注意。プラズマとマジカルベールがね要注意。はあとは特に注意な技はないかな。はい、ネコスカドライブは技をキャンセルできるのですごくいい。じゃあチャンス、あっ危ない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 、あれは本当に要注意。56発打ってきて1発2000ぐらいのダメージが当たるんで、まあまず死にます。もう終わりかな。
キャンセル。ああちょっと待って。まあベール来てた。こういうことあります。要注意。あプラズマ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 も要注意だよ。でもまあもうちょっとで倒せるね。さあ出るかどうかわからないけど頼む出てくれ。ちょっと必殺技したいな。変身したいな。変身前に倒しちゃうかな。あそれを回避して変身したかった。はいじゃあ結局南極ネコスカドライブ出るか。あ出てたね。多分出てなかった今かぶってたけど。あほら出てた。出ております。これ結構ね高確率で出るのでまあ2回行けば1回は必ず出るぐらいのドロップ率じゃないかな。うん結構出ると思います。はいということで今日はねグランゾーとネコスカドライブの入手場所やってみました。まあ他でも出ると思うんだけどもあそこをねおすすめします。結構な確率で出るし出たやつのレベルが高い、うん、700手前ぐらいのやつが出るので超おすすめです。今出たやつはレベルいくつだ、701。なかなか高レベルのやつが出るでしょ。なのであそこがいい。ただ戦うときはちょっと注意です。マルチで行ってもうガシガシ行くんであれば大丈夫な時もあるし、うん、まあとにかく敵からね反射ダメージをもらわないように、そしてプラズマが来た時に必ず避けるようにしていけばいいです。うん、シャドーマンは美味しいのでいっぱい出させてアイテムを稼ぎましょう。はい、ではねまた他の動画も出していきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。そして公式 LINE もやってます。公式 LINE では実写動画などゲーム以外のこともやってますので友達登録チェックもよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。